皆さんこんにちは、チームジェニーのケイです。今日はですね、1泊2日の、参考、山小屋泊の参考のパッキングってどういう風にやってるのかなっていうのを皆さんにちょっとご紹介したいなと思って、今回、コンテンツを作ってみました。でですね、ビデオの内容、動画の内容の中で、ちょっと忘れてたものがあったので、ここでですね、ちょっと、ビデオを見ていただく前に追加でちょっとご紹介したいなと思って、今ちょっとあげたいなと思いますね。非常に大事なものが抜けていたので申し訳ないんですけど、ここですね、ヘッドライト。これ絶対持っていかなきゃダメです。これは必ず持っていきます。あとですね、雨具もなきゃダメですね。で、こちらヘッドライトは一番奥に入れたいといつもしまっていく感じですね。で、雨具はすぐに出せるポケットに、スタッフパックからもう外した状態で入れます。あとですね、エマージェンシーキット。これはね、必ず持っておいた方がいいですよ。これは絶対持っていきましょうですね。パッキング術、ぜひですね、参考にしていただければなと思います。どうぞ。これがですね、今回の、装備になりますね。1泊2日山小屋泊の装備になりますね。でちょっと細かくですね、僕の装備のちょっと概要をお伝えしたいなと思うんですけど、こちらが、手袋類ですね。ヘビーウェイトの厚手のグローブ、それとちょっと薄手のグリップができるようなグローブが2つと、あとはこちらですね、指出しのグローブですね。この3種類を、グローブとしていつも使っています。あとはですね、小屋の中で使う装備として、これ、帽子ですね、それから、これは、寝袋用のインナーシーツ、それと、ズボン、防寒用のズボンと、それからこれがダウンのジャケット、パーカーのジャケットになりますね。でこれが、まあ、山小屋用の、滞在用って感じですね。それから、こちらセームタオル、これ汗拭く用のやつですね。でそれから、こちらが、防寒のインナーになりますね。上の長袖のインナーと、長ズボンのインナーですね。こちらになりますね。であとは、翌日用の着替えが一式ですね。シャツと、スパッツとパンツから、パーカーですね。で、靴下。これが、まあ、一式の1回目、1回用の着替えですね。僕は1回分しか、着替えは持っていかないですね。それから、これは水分、ハイドレーションですね。で水分は、まあ、ほぼほぼ 1.5 から2リッターぐらいを、自分で用意していて、で、あとは、足りなければ山小屋で購入っていう感じでいつもやっております。であとはこちら、撮影機材関係ですね。自撮り棒とか、あと GoPro ですね。あとはこのバッテリーとか、あとはスマホの充電用の、機材ですね。一式、ケーブルと充電器。はい、こんな感じで。あとはまあヘルメットがここにあって、で、GoPro のマウントもついてますね。ここからこう伸ばしてつける感じなんですけど、でこれがヘルメットのインナーの、インナーですね。ヘルメットのインナーのキャップになりますね。またマスク、宿用のマスク、行動用のマスク。はい、以上でこれを、18リッターのバックパックに、パッキングしていく感じですね。で、パッキングで重要なのがですね、こちらジプロ。この2つを使い分けて、装備をかさばるものを圧縮していくんですね。ですね、これインナーですね。フリースのパンツ、その上にインナーの、オウムの、シャツですね。で、その上に最後にオウムの、下、タイツが、3つが今1つのパックパックパックにこうジップロックに入った感じですね。はい、こんな感じでですね、装備が、圧縮が終わりましたね。で、この圧縮された今度装備を、バックパックの中に入れていきますね。はい、今回、この装備をパッキングするバックパックなんですけれども、こちら、レイドライトって言ってですね、フランスの、メーカーなんですけれども、こちら、砂漠のレースとかですね、ステージレースとかでよく使われている方がいらっしゃるメーカーなんですけれども、このトレイルランニング用のですね、バックパックに、収納していきます。こちらが18リッターの
バックパックですね。あとはですね、パッキングの順番なんですけれども、基本的にはこういうかさばるもので、あの柔らかくて面が広いものは背中に当たる方に置くといいですね。で、あとはそのかさばるものを下に詰めていって、ですぐよく使うものっていうのを上にまとめていく感じですね。で、重たいものはなるべくこの上に上げた方が僕的にはすごいいいなと思ってますね。あんまりこの下に重たいものをまとめちゃうと、この下がこのブルブルってこう振れちゃうんですよね。それであのザックが安定しなくなるので、なるべくこの真ん中か上に重いものを集中していくと、重心をずらしていくといいかなと思いますね。それではですね、実際に、詰めて中に詰めていきたいなと思うんですけれども、まあ、順番としては、まあ、そこ、まあ、今背中に一番当たる面が一番面積が広いものをこういう感じにして、であとはですね、この使わないもの、行動中に使わないものってのは基本的に奥に入れてる感じなんですね。でこういうダウンジャケット、ダウンパーカーなんかもこう下にこう入っている感じになるので、あとはこの着替えですよね。これは宿で、宿に到着してから、山小屋に到着してから着替えるもので、これをこうしまっていく。で、この、インナーシーツとかも多分使わないので、これ隙間に今度入れていく感じなんですね。で、あとはよく使うものは、このグローブとかは多分取り替えでよく使うことになると思うので、まあ、これはまあ上の方にしまっていくと。で、あとはその機材関係ですよね。機材関係は多分この中にしまうというよりは、外に、外のポケットに収納していく感じだと思うので、だいたいこういう構造でしまっていく感じになると思います。はい、これで、ほぼほぼですね、中に装備が収まりました。これ18リッターのバックパックですね。あとまだこの外のポケットとかですね、細かい小さいポケットがあるんですね。まだここにまだまだ、装備が入りますね。細かい装備、例えば、ジェル、行動用の小さいジェルであったりとか、あとはこのボトルの水とかもこう前に挿していく感じですね。なので今 1.5 の水が入っている状態で、プラスアルファで、あ、もう500ぐらい積んだ方がいいかなと思ったら、ここにボトルを1本挿すような感じになりますね。で、僕スマホはですね、このボトルのポケットにこうサクッとこうしまう感じにいつもしてますね。で、そうするとすぐに自分の現在地、山っぽとかですね、そういう GPS のアプリとかで現在地が常にこう確認できる感じになりますので、で、この大きい、大休憩をした時とかですね、で、そういう時に、こういう紙地図を出して、現在地とこう照らし合わせていく感じになってますね。まあ、大体ほぼほぼ行動中は、GPS アプリ、まあ、足跡がつけられるような感じの設定にしていただいて、あ、ここちゃんと進んでるよねっていう感じで使っていただくのが一番、まあ、まあそんなにバリエーションの時とか行かない限りは、そんな道に迷うことはない。特にね、アルプスなんか、北アルプスなんかですね、すごい道標がしっかりしてるし、道もちゃんとできてるので、ほぼ迷うことはない感じですね。今回に関しては、結構安心装備で行きたいなっていう感じになってますね。あとは救急セットとかが今度入っていく感じになりますけど、それはまた後でお話ししたいと思います。で、この上に、このヘルメットを、バンジーで取り付けていく感じ。多分今回ヘルメットをつけながら撮影とかもあると思うので、多分行動中の半分ぐらいはこのヘルメットを装着しての、行動になると思いますので、まあ、ヘルメットはすぐ出せるような場所に今回は中にしまわずにですね、すぐに出せるような場所につけたいなと思ってます。はい、これでバックパックのパッキング完了しましたね。で、こんな感じで18リッターのバックパックにパッキングが終了した感じですね。で、まだ上の方にですね、スペースがかなりあるんですけれども、ここはどういう何を入れるものかっていうと、コード食を、入れていくんですね。まあ、コンビニで買ったり現地で購入したりっていうかあると思うんですけれども、そのコード食関係をこの空いたスペースに入れて、でコード食はここから出しながら、もしくは前のポケットに入れて、つまみながら進んでいく感じになりますね。で、これでバックパックのパッキング完了です。これでいきたいと思います。はい、というわけでですね、パッキングの術、参考になっていただければ、参考にしていただければ幸いですね。チーム10人のツアーの場合、大体まあトレイルランニングのスタイルのツアーが多いんですけれども、1泊2日の山小屋泊の装備の、参考になれば
いいかなと思います。まあトレランスタイルだと行動時間がやっぱり、ね、短いので18リッターという結構ミニマムなサイズの参考が可能になってますね。バックパックもですね、こうちょっと使ってみたいなという方いらっしゃったら概要欄の方に、リンク貼ってありますので、そちらでまだまだ購入可能ですので、ぜひ、見てみてください。チームデミのTでした。